11時10分です未来を歩くら新版アメリカンエクスプレスピックン3 0 0万ユーザーが使っているソーシャル経済メディアニュース p i スとコラボレーションして未来を読み解くヒントになるような話題をチョイスして紹介今日は世界で最も偉大なリーダーが実践する「性格重視の組織戦略」というトピックにフォーカスします。解説はニューーーピックスの公式コメンテータープロピッカーで フォーブスジャパン副編集長の谷本由加さんですすよろししくお願いします谷本さんが選んだ記事はアメリカのメジャーリーグのチームシカゴ・カブスの若き GM ゼ,ンあのゼネラルマネージャーですよね、はい、が正確重視の組織戦略で成功したという内容なんですけどな,なぜこれ選んだんでしょうかあの私自身野球のこともよく分かりませんし、えー、このシカゴ・カブスのセオ・エプスタインさんって方、うん、世界で最も偉大なリーダーに輝いた方なそうなんですけど、はい、よく知らないんですけど私がこれをピックアップしたのは このの性格重視の組織戦略だとう <ん S 1> でどういうことかっていうとこのセオ・エプスタインさんっていう方はその組織マネジメントをチームの,その調和力みたいなものをすごく大事にしていらっしゃる方なんですっ <へー S 1> なんでこれがすごく重要かと思ったかっていうと実は1か月半前にですね私モナコの方に取材に行ったんですよ。<はい S 1> どういう取材かっていうと世界のトップの,そのいわゆる起業家を選ぶっていう大会に あの実は取材に行かせていただいてもうね世界のいわゆる起業家のトップたちというのの潮流とこのエプスタインさんのやり方が全く合致してると、はい、それで私これ今回取り上げさせていただいたんですよねどんんなな潮流なんですかあのね。 あれですよこういわゆるその世界の起業家のトップの方たちってもうどれだけスケールするかとかどういう素的なビジネスモデルがあるかとか、うんうん、イノベーションどれだけ出すかとかそういったことに注目しそうな気がするじゃないですか。まあそううでしょうねじゃなくて<え>彼らが大切にしているものっていうのはどれだけ社会的な意義があることができるか、はい、どれだけ社会を豊かにすることができるかっていうことにものすごいフォーカスしているっていうことなんですよ。重いいいいいいででですすすね重いのの、うん、なんですでもその志がが高っっててううことがすごく重要だ いことをおっ,しゃっていてで実は私はものすごいそれハンマーで頭を本当に叩き割られるぐらいに衝撃だったのは、はい、私自身この実は EY の「アントレプリナー・オブ・ザ・イヤー」の毎年日本代表の審査員をやってるんです。あ ね、そうでですすかか日本ら送送りり出出ししててるるなんです、うん、で毎回私たち震災は何を見てるかっていうとまさにスケールできるかとか、うん、どういったその事業規模を持ってるかとか、うん、そういったことばっかりに見ていたんですけども世界のの潮流というのはそこになかったとで彼らがすごく言うのはどれだけね従業員を幸せにすることができるかと従業員の家族とかお孫さんにまできちんと例えば奨学金を与えたりとかでしかも従業員の方たちがリタイアをした後も、うん、彼らが学び続けられるようにお金をると

払われるみたいな感じ全然生産性に寄与しないわけですよそんなリタイアした方たちそれはそううでしょうね,ねにもかかわらずそこにお金をつけてあげたりとかあとはその地域の方たちがどれくらい自分たちの会社を応援してもらえるかのようにきちんと地域の方々にこう貢献していくってことをやっていくといった潮流があるってことに気づきましたと。で私自身がねそういったリーダーの方たちに「でもそうすると売り上げとか利益につながらないんじゃないですか?」って聞いたわけですよ、うん。そうですよねのの考え方がねものすごい古い古 っていう,ふうに言われてでどういうことかっていうとそうやっていいことをする社会に貢献するってことをしていたら本当にいい従業員が集まるとで本当に地域の方たちが応援してくれてその結果として売り上げと利益につながるから、うんるね、そういうふうにね変えていかなくちゃいけない本当に君たち遅れてるって言われて、はあ、私たち審査員何を見てたんだろうと、うん、ものすごい衝撃を受けました。 合致した人材っていうのは有限であると。その人材を、まあ、自分の会社にとってものすごい必要とする人材を獲得するためにはやっぱりそこのことを充実させないと、はい、そもそも組織力っていうのは上がらないと。 そういういことなんですもう何しろその人材というものほどの資材っていうものはないであろうと資産はないであろうとそういったところできちんとお金とか投資をする場所っていうのは間違えてませんかみたいなことを皆さんおっしゃっていて、うん、すごいドラスティックな変化じゃないですかうん、うん、昔ねそ<う>そのいわゆる西洋型経営ってもうどんどんみんなあの要は転職しながらうん、うん、ヘッドハンティングしながらどんどんこう、はい、逆に言うと稼いでいったりとか、はい、要は一つの会社に定住しない人材を 時によってねその時によって例えばプロジェクトが始まったらバッと集めて終わったら解散するみたいな部署があったりとか,かそういうイメージがありました。 本当おっしゃる通りでそれってでも2008年のリーマンショックを境に多分変わったと思うんですよ、うん、あの時までのその強欲的なね欧米型の資本主義社会っていうのの後に何が来るかすごく模索をしていましたとで多分今って SDGs とかいろいろ出てきている中で何かその模索する中で多分ソーシャルであるとか、うん、社会的意義っていうものがすごく必要な柱になってるってことは経営者は気付き始めてるんですただ日本のいろんな私企業経営者にインタビューをしていると SDGs やらなければいけないよねで でもそれって売り上げとはまた別のとこでやればいいんだとん株主に対して説明すればいいだけじゃないかと思っているでもそうじゃなくてきちんととか融和をして SDGs 的なことをやってそれが結果的に金額に結びついていくっていうことにやっぱり企業の経営者がマインドを変えないと本当の意味での社会的意義のある企業っていうのは育たないなっていうのは思いましたね。日本でも… 定着しますかね。あのね、もともと、私、日本的企業の、あの、意義って、そこにあったような気がするんですよ。なぜかというと、私、いろんな、その、今回企業にインタビューした中で。日本的なね、家族主義的な経営だなって、すごく思ったんです。あの、みんなで、会社で、社員旅行行くみたいな。うん、義理なそうそう、日常的な。家人情的な、<laughs> で、家族を、な、家族のように、社員を、なんか、やるとかね。うん、あと、三宝佳の精神って、あるじゃないですか。はい、まさに、ああ、言ったことって、かつての。 日本的経営だったなと思うんですだから私たちの,そのいわゆる志であるとか思いに実はあった部分であるとそれを取り戻せばいいだけのような気がしていて、うん、なのできちんと転換するというよりはあのかつての精神を思い出すみたいなところをやっていけば私たちも世界で勝てるっていうようなね、うん、ある意味自信みたいなものは持って帰ってきましたね。ちなみにその取材された世界の大会で優勝したのはどんな経営者だったんですかそれが今回はあの ブラジルのの代表の方なんですよ、はい、ルーベンス・メニンさんって言って MRV 社ってとこなんですってそれどういう会社かっていうと住宅建設とか不動産会社をやってるんだけどもなんで評価をされたかっていうとその会社がですねブラジルってもう成長著しいじゃないですかねで、はい、ねすごく勢いがあると思うけれどよく考えてみれば4000万人の貧困層がいるわけですよその貧困層が何を求めてるのかそこに例えばもう自分たちはね一生マイホームっていう ものを手に入れることができないっていうところに彼はメスを入れたわけです。はい、で、ものすごく安価で高品質の住宅を提供するっていうことをしたわけですよね。<ー>で、それによってそういう住宅会社なんですか。そうなんです。で、それでそのブラジルの今はね、200人に一人が彼の あの住宅に住んでるっていうところまでやってそれが評価されてだからまさに彼が言っていたのは僕たちっていうのはいわゆるその売り上げを上げるとか利益を作るっていうことじゃなくてどれだけ社会を豊かにするかっていうことにものすごくフォーカスをして今まで働いてきたとそれが認められてすごく嬉しかったみたいなことをね涙ながらにおっしゃっていてまさにこれが私たちの世界のそのリーダーに対するメッセージだなっていうふうに思いましたね。 ソーシャルが発達した時代だからこそというところもあるのかもしれませんねすごく、うんえー、ためになるお話でした谷本さんどうもありがとうございました今回のニュース気になった方はニュースピックスのサイトにある谷本さんのページをチェックしてくださいアメリカンエクスプレスピックワンでした